はい、本日はアニマルレスリー投手阪急ブレーブスでございます。アニマル投手といえばやはりね、この抑えた後の派手なねパフォーマンスというのがすごく印象に残っているピッチャーですよね。アニマル投手はアメリカ出身、1978年ドラフト1位でレッズへ入団、4年目の82年7月31日パドレス戦でメジャーデビュー、4対5、1点ビハインド3番手で登板するわけなんですが、チームとしてはクローザーをね任せたいと思っていたみたいらしいんですけれども、やっぱりね被安打、そしてねフォアボールが多いということでね、うまくはいかなかったんですよね。しかしながらね、こちらパフォーマンスはというとね、まあアメリカ時代もねこんな感じなんですよね。メジャーね4年間54試合で1勝3敗6セーブ 3.86 という成績なんですが、上田監督はですね、自ら答弁いたしまして、この闘争心というものを気に入りましてね、年俸3000万円で27歳という若さでね日本球界ねやってくるわけなんですね。そして4月13日の西武ライオン戦、8回5対2で3点リードの中、こちら先発今井雄太郎投手が石毛選手にねホームランを打たれ、これで5対3 2点リード、そしてね続くブコビッチ選手にもねヒットを打たれるわけで、ここでアニマル投手がね登場するわけなんですね。そして迎えました秋山選手をね、アニマル投手はここね抑えるわけなんです。三振ね、そしてホエ1回3分の1イニングスを投げ初セーブをマーク。この相撲のね、首都を切るこのねパフォーマンスなんかね、ご本人はねこれありがとうという意味だと思ってねやっていたみたいなんですよね。そして4月はね1勝5セーブ、そして6月まで負けなしの12セーブ、7月オールスターがね始まる前までなんと2勝15セーブ 1.42 というね抜群の成績を残し、なんと7月5日にはねこちらチャンピオンアニマルというねレコードまでね出すね、人気もね結構ねあるわけなんですよね。そしてねこちらレコードチャンピオンアニマルのジャケットになるわけなんですが、夏場以降はですね、チャンピオンアニマルとはねいかないわけなんですよね。投げる前からねマウンドを気にしたい、頻繁にねボールを交換するのがちょっとね神経質なところがねあるわけなんですよね。あのね派手なパフォーマンスの裏にはね実はね気が小さかったというところもねあるわけなんですよね。そして2イニング以上のね登板を切れ、1点差だと相手打線を見てね投げるのを、登板拒否なんかもしてたわけなんですよね。聞いてね、スタミナ不足を露呈するわけなんですよね。打者もね慣れてくるわけで、なんと後半戦はねわずか4セーブしかね上げられないわけで、トータル42試合で5勝3敗19セーブ 2.63 というね成績を残すわけなんですよ。この成績ね、やはりね監督一家しのしの評価というのもうっていうところじゃないですか。そしてなんとねこれちょっと珍しいんですけれども、秋のねキャンプにね志願参加するわけなんですよ。そしてねこうしてね若手とともにね座禅なんかもするわけでね、球種はねストレートとスライダーのみということでね、球種を増やそうということでね、このキャンプスプリットのね習得にね励むわけなんですよ。2年目はですね、スプリットにこだわるがゆえにね、ストレートの、球速が落ちるわけなんですよ。やっぱりストレートの速さあってこそのスプリットじゃないですか。出番が減っていくわけなんですよね。7月の、12日時点で、15イニングスで、わずか5セーブということだったわけなんですが、8月7日4点リードの、近鉄戦で、登板するわけなんですが、フォアボールを与えてね、その後もヒットを打たれ満塁にし、同点満塁ホームランを打たれてしまうわけなんですよ。そしてそのゲームはサヨナラ負け、8月の終わりにはね、肩が痛いということで2軍降格。そしてトータルですね、この年は18試合で2勝2敗5セーブ 4.08 という、成績に終わってしまうんですよ。この年の阪急投手陣のねこちら成績になるわけなんですがね、アニマル投手の5セーブというのはねチーム内ではね最多になるわけなんですよね。ちょっと抑えが弱いっていうところですよね。なのでね、アニマル投手がねバリバリね抑えて活躍してたらね、この年ね阪急2位だったんでね、その辺はねどうだったのかなっていうところはね、思ってしまいますね。日本球界2年29歳という若さで引退されてね、こちらのね漢字のねアニマルレスリーというね名前でね、タレントとしてねテレビでね出られて活躍されていたことをね覚えていらっしゃる方もねいらっしゃるのではないですかね。本名はねブラッドリーレスリーということなんでね、普通ねレスリーっていうね登録名にするわけなんですが、アニマルという登録名というのはねものすごい、インパクトのある、登録名でしたよね。2年間で日本での通算成績は60試合で7勝5敗24セーブ防御率 3.00 という成績を残されております。残念な話なんですけれど、2013年4月27日ね、54歳の若さで亡くなられましてね、こちらのお写真はですね、その同い年の8月10日オリックス西武戦京セラドームで
まあ、息子のねルーク君16歳が始球式にね登場した時のお写真なんですよね。まあね、ルーク君は、まあ、高校で野球やってるということなんでね、将来はメジャーリーガーとね当時おっしゃっていましたがね、今ちょっとどうなってるのか、そこねちょっと気になりますね。本日はねド派手なパフォーマンスでね、記録より記憶に残る投手と言った方がいいかもしれません。アニマルレスリー投手をお送りいたしました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では